大磯ロングビーチ前景大磯ロングビーチ派のプール地図大磯ロングビーチは神奈川県中郡大磯町の大磯プリンスホテルに併設している屋外プールを主としたレジャー施設である。海岸沿いの巨大プールという堤義明の大学時代の論文をもとに1957年に開業した波のプール流れるプールダイビングプール室内競泳プール 子供用プールウォータースライダーフローライダーなどを有する。プール以外では、ボーリングセンター、ゴルフコース、フットサルコート、テニスコートなどの施設がある。テレビ番組の撮影に利用されることが多く、アイドル水泳大会の収録が行われたり、1990年代後半以降も、ダイビングプールの高さ10メートルの飛び込み外が、タレントの罰ゲームとして使用されている。2005年には、 FM 横浜とのタイアップにより8月中の日曜日に多いソロングビーチより公開番組が放送された。2011年には7月18日から22日の1週間、キャッチオブサマーの公開性放送が行われた。駐車場が広大でかつ全て放送されているため、プールのシーズンオフに自動車やオートバイの展示会や試乗会、 オフラインミーティングの会場として使われることも多く、中でも有名なのは日本自動車輸入組合の主催によるマスメディア向けの輸入車合同試乗会である。これは主に自動車専門雑誌や自動車ジャーナリストを対象にしたもので一般の入場はできないが、毎年5月に一般でも入場できる湘南輸入車ショーが行われている。1990年代前半には 毎年7月20日前後に小谷美加子のシンクロショーが催されていた。また2003年頃にはグローブの稽古が CM に出演。2019年開業以来初となるマスコットキャラクターロンリー君が誕生。併設されている大磯プリンスホテルは1964年東京オリンピックのヨット競技に参加する。 各国選手が宿泊するための選手村として建設され、1964年7月14日に内山神奈川県知事も出席しての完成記念式典が開催されてオープンした。ありがとうございます。